い、速稼塾の久保でございます。今回のアラフィフ企業塾は第2話ということにさせていただきますけども、まあ、ネット初心者の質問でね、どんなことをしたら稼ぎますかっていう質問をされることがあると思いますけども、まあ、私もそれに対しては同じようなことを答えるんですけども、それはね、何でも稼げますよってことなんですよ。いや、はっきり言って何をやっても稼げるんですよ。じゃないとそのマーケットってあるわけないじゃないですか。で、何が大事かっていうと、そのね、どう稼ぐかっていうことをちゃんと身につけてますかってことなんですよ。何だったら稼げますかじゃないんですよ。そのあなたの選んだマーケットのどういうふうにそれを稼げるように持っていってますかっていう、ここら辺がね、大事なんですよね。で、これも非常に簡単で、どう稼ぐかっていうことなんですけども、稼ぐっていう言葉ではなくて、どう集客してるかってことに話をね、持っていかないといけないんですよ。ついついね、稼ぐっていうのはお金を儲けるってことだけにとらわれがちですけども、結局はビジネスをやる人がね、どれだけ集客力を高めていったかってことなんですよ。それもね、1万年かかっちゃしょうがないんですよ。いつまでにどのぐらいの集客力を身につけるつもりなんですかっていう質問になるんですよね。で、それが、ね、ネットビジネス何やったら稼げますかっていうことへの答えですね。ちょっと長くなりましたけども、そういう意味なんですよ。例えばね、今ね、ネットビジネスと言われているものには本当に無数にあります。FX もそうかもしれませんけども、アフィリエイトっていうのもありますよね。で、あと転売っていうのがあります。で、ブログもありますし、それから SNS もありますし、メルマガっていうのもありますよね。何でも稼げるんですよ。で、私は全分野で稼いできました。全分野でトップクラスで稼いで一個ずつ攻略してきて、現在は YouTube に落ち着いたって形なんですけども、まあ YouTube にね、本気で取り組むのには私は7年ぐらいかかったんですよ。最初から YouTube やってましたけども、とてもアクセス集まんなかったんで、 YouTube で稼いでいるとはとても言えなかったんですよね。ただ YouTube は続けてきました。日の目を見たのがやっと7年経ってからなんですよ。まあ、ですんで、YouTube で稼ごうかなと思ったら、それなりに気合を入れていった方がいいかなと思います。もちろん私の力量があまりなくって7年もかかっちゃだけかもしれませんけどもね。さあ、それでですね、いろいろと話しましたけども、ここでちょっとね、まとめたいと思います。このね、動画を今回送ってくださったミスター M さんにもよく聞いていただきたいんですけども、集客はどうですかってことなんですよ。集客きちんと うまくいってますかってことなんですよ。ビジネスしようと思ったら、集客の力だけが全てです。集客多ければ多いほどです。少なくともできる方はいますけども、ただこれ異例なんですよ。少ない集客で儲けるのは異例なんですよ。基本的にはたくさんのお客さんっていうかね、たくさんの視聴者さんが集める力がなければもうこれ無理なんですよね。そういうことをちょっと考えていただきたいかなと思います。だからね、少ない集客でうまくいってる人がいるから、自分も少ない集客でうまくやっていこうとしてるんだったら、それはね、ボタンの掛け間違いが始まってる可能性が非常に高いんですよ。だから基本的には集客力ね、高めていかないと何にも話にならないってことをね、よく心に留めておいてスタートを切っていただきたいと思います。これは全ての方に言えます。で、あと浮気をしてませんかってことですよね。浮気ね、前回もちょっと言いましたけども、例えば YouTube を一生懸命やろうと思ってるのに、 FX も同時にとかね、ブログも同時にとかね、これ無理ですよ。それは力のある人がやることなんですよ、これは。で、無理ですね、うん、で、私もね、はばかりながら日本ではトップクラスの力を持っていますけども、各分野でね、でも同時に何かをやったことはないです。カメラ転売をやってる時はカメラ転売だけ1年半やりました。それ以外は諦めたんですよ。で、ブログの、まあ、サイトアフィリエイトですね、これをやってる時も私はね、1年半やりましたけども、それ以外何もやらなかったです。その代わりブログは1万以上作りました。で、1年半でこのぐらい作ればやっぱりね、月収200万とか超えるんですよ。それぐらい打ち込まないと、それこそ私は家族を持つことも諦めてやったわけなんですよ。もうなんかね、その極端な話をたまにしますけども、食事もしないし、お風呂にも入らないし、トイレも行かずにやるわけなんですよ。で、このぐらい極端に振り切れないと、やっぱこのね、競争の多い世界ではちょっとうまくやっていけないんじゃないかなと思うんですよね。このぐらい浮気をしないってことなんですよ。で、あとはやっぱりね、ついていく人、なんかいろんな塾とかね、いろんなノウハウとか目移りしちゃうんですけども、違うんですよ。一個だけなんですよ。たった一人のメンターにだけついていくと。もうその他のこと気になっても、もう全然見ないというね。で、前回もちょっとお話しかもしれませんけども、私はね、2013年にあるネットビジネス塾に入ったんですよ。次にネットビジネス塾に入ったのは2017年ですね。5年間同じところにいるわけですよ。その5年間いろんなノウハウが出たけども、じゃあ完全無視です。完全無視で、完全無視で一つの塾をしゃぶり尽くすわけなんですよ。っていうのが、どこでも教えてることは一緒なんですよ。どこでも、いや、一緒のことを教えてるんで、受け取り方が変わってくるだけなんですよね。で、まあ言ってみれば、私はね、2つの車には同時に乗れないっていう考えなんですよ。ですんで、2つの塾とかね、
3つのノウハウとかっていうのは必要としなかったかなっていうところですよね。まあそんな感じでね、浮気をしないってことはかなり、このネットビジネスで何でも儲かるよの裏に隠された考え方なのかなとは思ってます。ただこれ人にもよりますんで、いろいろやりながらうまくいく人もいるんですよ。いろいろ掛け持ちしながらとか、いいところ取りをしながら構築できる方もいらっしゃると思うんで、全部が全部そうだとはね、なかなか言えないんですけども、ただたくさんのうまくいった人の共通項を挙げるとすれば、一個だけ一点集中凡事徹底って言葉しか出ないんで、やっぱりね、始めたばかりの方とか、いろんなことに可能性を広げようと思っていろんなことをねつまんじゃうと結構息切れしちゃうんですよね。ということなんで、何かをやりながらこれもやるっていうのはすごいなんかこう疲労感ばっかり募るんじゃないかなと思うんですよ。で、私は今基本的に YouTube しかやってないんで、 YouTube を1日やりきることができるんですよね。だから動画のアップロード本数も増えますし、メールでお問い合わせいただいたものもこれね動画で返しますんで、だって YouTube 一点集中ですから、メールで返すことほとんどないです。ということは動画の本数もっと上がりますよね。もちろん公開限定の動画がむちゃくちゃ上がるんですよ。今1万本ぐらい公開限定ですからね。1万本ですよ。一般公開7000、8000本なのに、それ以上に限定公開があるというね、このありさまですよ。でも YouTube にこだわってるでしょ。で、サイトアフィリエイトは一切手を引いたわけですよ。月収200万超えてるのにやめてるんですよ。ねえ、もう本当にね、これは一体って感じですよね。という形で、今回のネット初心者あるあるのご質問ですけども、何でも稼げますよっていうね、何だったら稼げますかに対して、何でも稼げますよっていうのはどう稼ごうとしてるんですかってことに、フォーカスを当てて返信させていきました。そしてどう稼ぐの方法の2つとしては、1個集客どうですかってことですね。あなたは集客むちゃくちゃできてますか、集客に対してむちゃくちゃやってますか。2つ目、浮気をしてませんかってことなんですよね。この2つを組み合わせると、まあうまくいくんじゃないかなと思いながら、今回の動画返信の1つにさせていただきました。それではありがとうございます。またメッセージください。